お疲れ様ですまああのー、あれですよね考え方すごく大事でえ結局やることをやってないからしかるべき結果が出てないっていうことしかないんじゃないかなと思うんですけどもいややってますよって言うんですよねあやったのに結果出てないんだねじゃあどこまでやればいいかまだ分かんないよねって感じですよねうん極端な話やらなくても結果が出たんだらやらなくてもいいんですよでやって結果が出てないんだったら やり方が悪いかやる度合いがちょっと足りないんですよね、まあ、少なくともまあ吉谷さんとかね私みたいなところまでやってる人はまあいないでしょうねでいないところからやったやったっつってもやってないだろうとかね <laughs> 振り向けることっていうのは結構あると思うんででもうね時間アップアップで,で労力も尽くして手を尽くしたって人はまあいないですよどっかで居眠りしたりどっかで余裕を超えてね、まあ、ゲームしたりとかで少なくともお風呂に入ったりトイレに入る時間があるわけですから だからそう考えたらまだまだ余裕なんじゃないかなと。なんから寝るものも惜しんでとかね、食うのも惜しんでぐらいはやってないわけですよ、うん。とりあえず今の暮らしがほとんど変わらずに、うん、ちょっとだけやるみたいな感じですよね。えちょっとだけやるのも大したもんなんですけども、まあ、人生をね、支配するほどの行動にはなんないでしょうね、きっとね。あの、ちょっと前に動画撮ったんですけども、あのマージャン店をやってる時っていうのはですよね、マージャン店がどうやったらうまくいくかなとか、 その目の前のお客さんとマージャンをどういうふうにするかなってたったこれだけなんですよ考えしたことってだから抜本的な人生を改革するとか人生を支配するような変化はそこには起きないんですよでそういうみみっちいところねはっきり言いますみみっちい,いことで勢力を使い果たすのかそれとも人生を根底から変えることに常にね意識を使っていくのかなんですよね自分の人生にかける労力が惜しいんだったらそれはそれなりの報い受けるですよねでも大抵の人はうんまあ私が見るところね のんびり暮らしてるわけですよそしたらのんびりしたら結果がしか来ないじゃないですかあれは。<laughs> うん、でそれでやっていけるってことはまあ大したもんですよね。うん、まあとてもじゃないけどその程度のことで何とかなるとは思わないんですけども、うん、だからあれなんでしょうね答えを探し続けてるんですよねきっとね。ニーチェは昔こんなこと言ってたんですよ。ニーチが昔昔の人ななんんでで言ってたに違いないんですけども 真実の追求は誰かが以前に信じていた真実の疑いから始まるってことなんですよ。うん、いやこれは確かにねずっと私には足りなかったことであのまあ進学して大学を卒業していい会社を選ぶそれで人生はほぼ安泰だっていうふうに言われてた時代に本当にソルトーニにしたら時代が変わっちゃったんですよねやってるうちに。うん、でちんたらそんなね大学卒業してる場合じゃなかったんですよ。 もっと早くやらなきゃいけなかったし早くやったにしてもあれからもう何十年も経ってるわけですからあの去年やってたことを今年やってちゃダメなんですよねうんだから常に違うことをやってないといけないのに極地点ばっかりなんですよ結局あのまあ麻雀店やってる時も常に変化してるつもりだったんですけども全く変化してないんですよね変化と言えるレベルじゃないんですよだから常に毎日やることは人生を根底から変えるぐらいのことを やなないといけないとけし、自分の人生に対してやることなんでそれは労を惜しむことじゃなないはずなんですよ、ね、まあ特に一人で生きている場合はともかくなんですけどもその家族とかがいる場合は家族を負け添いにするんで自分の怠惰かだか,だからとてつもないあの負荷がかかってるってことを覚悟しないといけないしそれこそ精神を、ね、保っっていいるのがやととぐらいの日々だと思うんですよねああ。余裕なんてないはずなんですけどもなぜか余裕があるんですよね送ろうとしてるところがああいたたまれないかなと。 まままだまだ休んでる暇はなないいかなと思いますけど、はいまあ、真実の追求は誰かが以前に信じていたつい真実に対して疑いを持ち始めることということなんで正解を見つけた時に本当かこれって思わないといけないんですよね裏付けとかソースを見つけた時に本当かこれって思わないといけないいいとけんですよね他の人から見たら正解でもいや自分の人生に照らし合わせると全然そのジグソーパズルはまんないよっていうふうに気づけるかどうかってことじゃないですか、まあ、人の成功例や人の結果はあくまでもその人のですからね。 私ののでででははなない。い自分のではないですから。から成功をうなりしたからといって成功しないですしただ失敗をうなりするとまあまあ失敗するんですよね。そこじゃないですかね。まあ、とりあえずやれるほどにはやってないっていうのがもうそのすべての答えじゃないかなというところでございますね。